面白いね、人の運命ってのは。白さんは2日間焼け跡をさまよったのに誰も何にもくれなかった。芋の鶴だってくれなかった。それでああいう人になっちゃったんです。宮崎さんは一日に一度は必ず白さんの話を口にし続けていた。ある時は白さんを称賛し、白さんの最高傑作ですよ、ハイジは。あらゆるアニメーションの安定した技法も含めてね、制約も多い中でそれでも精一杯やったんです。精一杯やっただけじゃなくて随分いろんなことを達成したんです。またある時は真逆のことを言う。性格破綻者です、たくさんは。そうなんですよ、分かった。そうだね、魅力があるんですよね、どっかに。ただ高畑さんのやることにやっぱり刺激があるだと思う。魅力とか日本人ってわーって、そのこっちの方が絶対いいっつってわーって言っちゃうけど、それの否定形みたいなものもいつでも必要で、どっちが光でどっちが影なのかはもう分かんないんだけど、